一です。早速聞いてください。Search for yourself。楽しんでいきましょう。とか言って。
いや、僕も MC がね、やっぱね、難しいですね。じゃあここで早速メンバー紹介。ムーンショーツのマネージャーなんですね。いやいや、流れを作っていこうかなこういうね。じゃあまずはベースのまさき。イエーイ。そしてベースのやたらドラムがアピールがすごいんですけども、僕ら一期一会、まあ、2人とかでやってたんですけど、後から入ったこのアキラさんという人がやはり存在感がすごくてですねオンドラムアキラ。ちょっとご機嫌を損ねちゃったみたいな。そして僕はギターとボーカルのゲンです。よろしくお願いします。一応オリジナル曲を中心にやってますので、また行きましょう。向こう側の世界。今日も同じ椅子に座って皆と同じテレビ画面を見ている。ニュースキャスターの声が聞こえる。僕らの未来はこっちだって言ってる。おかしいと思っていた。何か違うと感じてた。これは何かの罠、それとも出し抜かれたゲーム。誰もが知ってるわけじゃない。扉の向こう側の世界のこと。ねえ、誰か教えてよ。ねえ、誰か教えてよ。
今月とか5月1日にですね、ちょっと大きな事件が起きまして、どういう事件か知ってますかね。あのですね、あの僕らのバンド一期一会がですね、初めてあの音源として CD をあの作りまして、こういうもんなんですけど、これをあのなんというか、配布というか、配布させていただいているということで事件ですね。事件ですよ。自分たちにとっては大事件で、はい、で1曲目にあった Search for Yourself っていうのはこれに入ってます。で入ってる曲また後でやりますんで、あのどうかよろしくお願いします。次の曲はあのボーカルのゲンの書いた初登場マイセルフという曲です。そうですね、今日まともに練習して変な感触をつかんでしまったんでやろうという、まあ、やっちゃいますんで、まあ聴いてください。ここにいること夢は今も一人歩き僕の前進んでいくそんな
ッチャー交代ならぬボーカル交代ということで。まあ、あ、もう準備 OK ですか。みんな楽しんでますか。こういうこと一回言ってみたかったですけど。OK ですか。じゃああんまりやらないパターンなんですけど、僕はボーカルで、弦がリードギターという構成でいってみたいと思います。次の曲は女性のことを歌った歌で、なんというか世の中容姿の綺麗な方とかイケメンな方がいろいろいて羨ましいなと思うところなんですけど、まあいい面もきっと悪い面もあるのかなと、そういう人にとっても。で次の歌はまあなんというかそれがちょっと悪い面に出てるかもしれない女の人の、ことを歌った歌です。はい、クイーンフェアリーいきます。We'll be right back.
それではですね、あと、次からですね、CD に入っている曲を演奏したいと思います。曲名はブラザーという曲で、ブラザー、ブラザー、お、プリーズ、プリーズアフターミュージック、ブラザー、ブラザー、そんなことを言いたいんじゃないですけどね。まあ、曲名にまあブラザーとなってるんですけど、これはお兄さんをとかそういう歌詞じゃないですね、これ。まあ、僕は23歳の時作って兄さんっていうってところから来てます。そんな曲で聴いてください。はい、そういうでも真面目な曲なんで。
遥かなる道に光を。暑いですね。そうですね。まだやってないからわかんないですよ。暑い。結果じゃないですけど。めちゃめちゃ暑い。はい。ラストの曲は、CD にも入ってるんですけど、この空の下でという曲で、今一応出会いと別れと再会と再会まで。まあ、今日こうやってみんなと会えたのも巡り合わせということで、ね、やられますね。結構この中の人も、秋田さんのドラム姿を見た人は結構初めての人もいるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、ね、教えてください。いけてるでしょ、いけてる。かっこいい。何も出ませんよ。ありがとうございます。嬉しいです。はい、OK です。OK ですか。じゃあラストです。じゃあ、アキラさん、カウントを。
しいでした。ありがとうございました。